皆さんこんにちは、セレッソ大阪の坂本達郎です。今回インターハイが中止になってしまって、これから不安な思いで過ごしている人もいるかもしれませんが、自分は高校の時は3年生のインターハイまでなかなか試合に出たり出れなかったり、なかなか活躍ができていませんでしたが、選手権そして大学を通して今こうしてプロの舞台に立っています。自分の努力次第で本当にどこまででもいけると思うので、今自分が何ができるかを考えて皆さん頑張ってください。こんにちは、松本山雅 SC の榎本ひつきです。この大変な時期だからこそやれることがあると思います。自分は筋トレだったり基礎練習だったり、もう一度サッカーを見直して、日々トレーニングに励んでいます。今年の3年生はすごい期待できるメンバーが揃っていると思うので、全国制覇も夢じゃないと思います。試合会場に行けたら応援に行きたいと思うので、皆さん頑張ってください。前橋育英高校の皆さん、こんにちは。北海道コンサドーレ札幌の金子拓郎です。今新型コロナウイルスの影響で大変な日々が続いていると思いますが、自分にできることを考え、より成長できるように頑張っていきましょう。皆さんこんにちは、ザスパク札群馬岡村大地です。今コロナの影響でインターハイが中止になり、悔しい気持ちや不安な気持ちを抱えている選手がたくさんいると思います。しかし中止になったからといって今までやってきたことは決して無駄にはなりません。僕が高校の時はインターハイや選手権には一度も出場することはできませんでしたが、大学を通して今こうして J リーグの舞台で戦うことができています。皆さんも自分を信じて夢を叶えるために努力をし続ければ必ずその夢が叶う時が来ると思います。いつか J リーグの舞台で戦える日を楽しみにしています。頑張ってください。皆さんこんにちは、 FC 琉球の小泉翔です。現在コロナウイルスの余波で、練習や大会ができないという状況に陥っているというふうに聞いています。自分たちも本当に全く同じ状況で、とてもフラストレーションのたまる日々を送っています。逆に、こんな時期だからこそ考えられるようなこともあるというふうにも思っていて、特に自分がなぜその競技をやっているのか、この先何を成し遂げたいのか、自分のモチベーションはどこにあるのかといったところを今一度確認して自分を見つめ直すいい機会になると思います。自分がプロになれたのも才能努力といったところよりもメンタリティだったと思うので、自分のメンタリティをより強固にするために自分を見つめ直すモチベーションがどこにあるのかをまた考えるというのはとても大切なことだと思うので、皆さんも少し考えていただけたらいいなというふうに思います。頑張ってください。2016年卒、現ファジアーノ所属の野口達彦です。高校生活の中で大きな大会が理不尽な形でなくなってしまったことに、選手たちはきっと残念だと思います。高校3年間、高校生活を競技に捧げてきて頑張ってきたことっていうのは、失われることではありません。プロを目指している選手は、こういう、理不尽な状況だったり、苦しい状況っていうのは必ず訪れると思います。プロ1年目の僕も大きな影響を受けていて、試合に出て活躍したいと思っていてもそういう場がないということで、
毎日もっとしていますが、その中でもどうやったら競技が上手になれるか、うまくプレーできるか、そういうことを考える機会になっていると思います。今はまだ練習がまともにできていないとかもあると思いますが、夢や目標を見失わず、そして今の自分を大事にして頑張っていきましょう。